手応えつかめたところだと思いますね。なるほど。さあ両チームの選手たちがピッチに登場してきました。さあここからロングスローとなります。ジエゴのロングスロー、いやね、ふたスラス、ヘディングシュート来た、ホンダ、ゴールインですね、ゴールインですね、オフサイドはありませんでした、ゴールインです。先制サガン鳥栖、ロングスローから先制点が生まれました。福田ですか、には福田ですかね、そうですね、スラしたのは、はい、まあ、リプレイ見てもオンサイドだと思いますね。三つ丸残ってこのが蹴っていく、抜けてきた、決めた、田代だ、アシスト、フリーキックから押し込んだのは田代。まずボールが良かったですね、早くて変化がついていて、はい、リボン、こんな工夫をしていくと面白いんじゃないかなと思います。もうだいぶ分かったと思うんですよね、どういうふうにプレスするやり方がですね。武藤が前に持ち出す、そして中へ、うん、しっかりとキャッチをしていました。一旦橋爪へ、橋爪からもう一度マテウス・サビオ、マテウス・サビオ左足で入れていく、こぼれ球シュートだ、武藤パラサイド押し込んだ、フラッグは上がりません、押し込みましたホテヤです。1点返した柏レイソル、後半の10分1点差に詰め寄りましたホーム柏。ちょっとあの前方から見られているわけじゃないですけど、はい、オンサイドかなというふうには見えますね。手前背後2つ柏は、まあ、作れると、はい、まあ、例えば武藤が降りて細谷が走るとか、その逆もしっかりなんですけど、細谷、細谷、うん、持ち出してのシュートだ、こぼれ球押し込めない、惜しいシーンでした。武藤、細谷で武藤でしたが、見えてましたね。高橋もらえるんだけど、かきたから中へのボール面白いが、うん、ここはフォアが対応しました。福田浮かして、大塚いいのが入ってきた、ヘッド来た、追加点来ました、サガン鳥栖ガッツポーズです。大外からいいの、まあ、敵陣でボールが奪えてそのまま攻撃に移行ができましたし、まあ、大外から、まあ、飛び出してきたので、はい、まあ、ボールと相手の位置関係で考えると三つ丸からするといいのをこう視界に抑えながら収めながら守備対応するのはちょっと難しいような、はい、このボールの奪い合いになりますが、もうここで前に運ぶ、もう早いタイミング中に入れてヘディングシュートは惜しくもバーノでした。藤原落ちましたね、落ちたね、おっと、ここ C 橋倒れますがファールなし、さここからカウンターだ、焦っちゃった、そしてここで長い笛が吹かれました。結局は1対4アウェーのサガン